はい、窓から、バスの窓からよく見てた羊がいっぱいいます。実際に降りて近くに見てみました。羊は本当に目って鳴くんですね。あと黒い羊がいます。これブラックシープっていうらしくて、1000頭に1匹ぐらいの、突然変異らしいんですが、今は結構貴重らしいです。幸運の羊みたいなこと言われてるらしいですね。昔はなんか意味嫌われたとかいう話もあって、まあ時代時代で変わるんじゃないかなってことで、ちょうど毛刈りが終わった頃ですね、今の羊は。で、後ろの羊は、まだ毛が刈られてない感じの羊ですね。はい、結構広大ですね。こっちにもいますね。はい、柵になってて、やっぱ柵があると出れないんですね。なんか道路によくこう柵が、本当にずっと柵がこう張られていて、もうこれがあるから出られないんでしょうけど、これが本当に一面に引かれてますね。針金でできてんだ。気づかなかった。なるほど。はい、ちょうど子供も生まれてきた頃で、子連れの羊とか本当は多いですね。はい。